明日からは12月。慌ただしい年の瀬に時間を気にしていたのは遅いですね。そうですね、そうですね、もう過ぎてますけどね。そうですね、今日もスケジュールいっぱいでしょ。そうですね、忙しくなりますよこれからね。え、はい、来た来た、やっと入られた。ちょっと時間かかりすぎですよ。どこ行くの、どこ行くの。前が見づらいみたい。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日もスケジュールいっぱいなんでね。俺もう9時45分には入ってたよ。いや今来られたじゃん。ちょうど9時45分にあの湾岸スタジオ入ってたよ。あなた大人気なんですよ今、分かってますか。まだ1回しかやってないよ。まだ1回そのなんか、なんやろ、自己的に始まっただけやで、ね、これ。いや、改正なんて腹抱えて笑ってました。あ、いいことだ。やっぱりこれがやっぱり、ね、クリスチン、ソファーバンバン叩いてました。大勢何でも笑うてるやん。いや、高橋の時は別でしたよ、うん、今日のスケジュール、スケジュール、うん、今日この後ね、うん、あのもうオファー届いてて、オファー幼稚園行くから、うわうわって、そうそうね、はい、テンション低くないですか。低いですよ。いやいや、だって俺の顔出しでけへんやん、これ。顔出てますよ。じゃあこっち顔出てますよ。誰の顔がいるんですか。じゃあこの中に入ってる人よ、中に入ってる俺。ちゃうやん、冷めるやん。一番言うたらあかんやん。お前いっぺん入ってやってみるか。どんだけこれ働いてるんですよ、こっちは。え、そもそも朝遅刻してきて、まだ謝罪の一言もない。お前だけやな、そういうなんかきっちり設定守ってんの。文句を言ってばかりじゃ出発できません。でもちょっと向こうから走ってきてくんねえかな。向こうから走ってきてくんねえかな。マネージャーさんたちが一番自信があるのは動き。おいおい、パカッシーだし。おお、いいじゃん、それそれ、いいじゃん、ちょっと今見えたね、ちょっと見えたね。でもね、元気な方がいいのかな。報道陣も集まっちゃう人気者。バカ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 キャッホー、バカッシー、みんな元気にキャッホー、バカッシー。みんなに喜んでもらえるように頑張ろう。バカッシーが行く、バカッシー。何やこれ。まずはマネージャーが先に挨拶します。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。本日最初のお仕事は葛西めぐみ幼稚園。たかしのことが大好きだという園児がいっぱいいるので、一緒に遊んでほしいという睦美先生からのリクエストが。およそ130人の子供を笑顔にできるかな。せーの、バーイ。すると、早くも笑顔に。あっという間に囲まれるタカシ。タカシ来てますね。ちょっと待ってよ、紹介もしてないよ。大人気ですよ。危ない。押したらいい。押したらいいの。押されてるよ。先生、松本君。ディレクターの名前呼ぶ。キャラクター設定を忘れて叫ぶたかし。先生、ちょっと待って。どうした、たかし、どうした。ちょっと来て。なんか言いたいことあるみたい。あるよ、いっぱい。いいよ、いいよ。これ何撮りたいの。ちょ、めっちゃ喜んでてん、ちびっこが。全然だから動きがさ、測ったらさ、こうガーって激しい動きしていけばいいのにさ、のっそのっそ出てくるしさ。だって誘導もなんもないのに出てこれるか。ちゃんとしよう。いや、ちゃんとしたいよ、俺かって。いや、俺なんかもうこんなもんちゃんと分かってるよ。こんなもん何回も昔やってきたもん、幼稚園とか。園児が退屈そうに
にしてますよ。はい、どうもおめでとうございます。自己紹介しようだ。ワンできたから。自己紹介しようみんなこんにちは、だしキョトーンとしてる。みんなこんにちは、だしおいらの名前はたかしだし。今日はみんなと一緒にいっぱい遊ぶだし。やっぱりみんなたかしの動きが好きみたい。今日はじゃあたかしが鬼ごっこしてくれるんだって。やったー。そうやったします。頑張れ高橋、捕まえろって。遊具、いっぱいある、いっぱいある。あっちやっち、遊具の方。すると高橋があっちや。あっちやった。あかん、あかん、あかん、あかん。どうした、どうした。あかん、顔見えてる。逃げて、逃げて。僕逃げて。何してんだよ。逃げて。何してんの。ほら、目取ったらあかんやろ。見えへんねんって。子供泣きそうな顔してたよ。見えへんねんって。ズルをするタカシーはみんな大嫌い。先生話して。やられてるよ。先生やのに。先生マネキちゃん。あれ、この人はちょっとみんないいかな。ちょっとごめんな、みんな。タカシーがまた何か言いたいみたい。これさ、どうした、タカシー。マジで誰か変わってくれへん。タカシーはタカシーにしかできないでしょ。もう一人にしかできないでしょ、うん、あの人は何やろな。ずっと喋っとってんねん。あっち見てみ、左見てみ。報道関係の人ではない感じ。タカシー大ファンですか。お前なんやねん。お前なんやねん。ちょっとまた演じを待たせてますよ。ごめん。鬼ごっこしますよ。今度はズルしないで。するとさっきのファンの人が近づいてきて。何をやってるんですか。あ、なんか入った。何かあげたみたい。ちょ待て。なんか入れたな、丸を。これどっから出したやん。なんこれ、知らんやな。あっちのゆるキャラと間違えてるのかな。違う、入ってきたやんって。いつ、なんか追いかけっこしてたな。下げて、早く下げて。子供が、あ、やべやべ、子供がびっくりしてる。先生、ちょっといいですか。すると今度は質問タイムだ。ちょっと生きてくのよ。その何なんだぞ。まだ5歳なんだぞ。ごめんごめん。ファンの人が調子に乗っちゃってごめんなさい。今の一番おもろかったよ。まだ5歳なんだぞって言った。帰ろうや、帰ろうや。6歳やってよかったのかな。ここで初めてのお仕事は終了。マネージャーの評価は60だし。ちょっと文句が多かったけどみんな喜んでくれたみたいで一安心。忙しいタカシは次の現場へ急行。いや、やっぱり大人気やったよね。すごい、タカシーね、ね、来てますね、今ね。来てる、うん、うん、見てて気持ちよかったです。いや、これちびっこの前で人気あること分かったでしょ。あったんかな、果たして。もちろん。あった。ただ動線がなくなるぐらいだったでしょ、最後。なんかもうあれやで、おしくらまんじゅうみたいなのあとったで、なんかようわからん。ほら見てみ、ほら浜口ブラブラしてる、ほら。やっぱ待ってるわ。ほら浜口ブラブラしてる、ほら。紙袋持って、ほら。めっちゃブラブラしてる。探してんだ。探してんだよ。これ、タカシー探してんだよ、あいつ、ほら。あ、そう。めっちゃ探してるよ。探してる。ほら、早く出てあげないと。続いての発注は、モーニング娘。の
リーダー道重さゆりさんから。若いメンバーをまとめる彼女は今の勢いを加速させてもっと上という思いが強く、今回はタカシーに後押しをお願いしたいそうです。タカシー、黄色い声援に応えるタカシーは、タカシーだしタカシーテンション高いよ。好きみたい。でも高橋あれやろ、道重さんぐらいかな。道重さんは知ってるだし、はい、道重さんね。他のメンバーどう、新しくなってるからな、はい、お前全然知らんだし、はい、新しい世代に生まれ変わりました。何人いるんだし今は。10人で、はい、10人、はい、あ、オッケー。まずは福村さん。サブリーダー17歳の福村瑞希です。ニックネームは福ちゃんです。よろしくお願いします。福ちゃんだし。サブリーダー、はい、はい、私もサブリーダーです。サブリーダー、はい、サブリーダー。太鼓持ちアイドルとして売り出しています、飯窪春菜です。よろしくお願いします。あげてもらってんじゃん、ふなっしー。うん、あげて。見た目からしてちっちゃくて可愛いです。こんなダイリーいたらいいなって思います。太鼓持ち、そう、どう何嘘って嘘って何なんだお前何笑ってんだし、お前だから笑われて一番嫌だね。何が面白いんだ、高橋は。高橋を笑われるのが一番嫌いなんだから。中身は全然緩くないからね。と話していると、高橋、あの怒りがちょっと込み上げてきてるみたいなんで、うん、怒りを抑える魔法かけてもいいですか。かけてもらおう。メンバーいっぱいあるから、はい、小田さん、全員やる？小田さん、はい。モーニング娘。11期メンバーの中学3年生14歳、小田さくらです。中学3年生だし、はい、小田さん、フラダンス、はい、特技、特技です。タカシーに見せてあげて。じゃあ手拍子をお願いしてもらえますか。タカシー、タカシー、手拍子、手が届かないだし。それでいい、それでいい。じゃあ手拍子しよう。あ、このテンポ。この手拍子に乗って、鞘師里帆さん自慢のダンスも。短い手を一生懸命伸ばしているけど、再び目から手が。目の中の顔が怖い。タカシーが楽しむコーナーではありません。タカシーあれやね、うん、今のモームスダンスすごい評判やね。そうなんですよ、若いメンバーがすごい増えたので、うん、すごい激しくもなったし、あとフォーメーションダンスって言って10人で1つに作る形とかも注目してもらいたいなと思ってます、うん、でも道のあれやで、タカシーはオカジョの経験もあるから、うん、モームスのライブ出てるから。ほんまモーニングスね。今のメンバーがまだ幼稚園に通っていたぐらいの頃、タカシーの中の人はモーニングおっさんとして恋愛レボリューション21を完璧に踊っていました。いや、なんやろ、それじゃあちょっと真ん中で踊った。この
振り付けは吉本天然素材でもお世話になった夏先生に教えてもらったので、今でも大好きで大切にしているんです。やりすぎ、顔やりすぎ。一方、進化した新生モーニング娘。の恋愛レボリューション21とは。あ、違う、違う、あれ、止めろ。どうしたええとこやの。何をしとんねんお前ら。あんたも腕組めるやん。半分以上揺れとるだけやないかお前ら。揺れとるだけやないかお前。もっとサビとかもっとすごいかっこよくなった。そう、表情これがないやんけお前。これでんの。何がないの。いや、これがないのやん。これで代わりにどうなってんの。これもないやろ。ないどれ。いや、これがないって言ってんけど。そうなんですよ。なんか突っ込んで。これがないやないかお前。たかし、怒らないで。私、岡村隆史さんが大好きなんです。もう新キャラ、新キャラだ。本当にあなた自己紹介もしてないよね。うん、ありがとう。握手してください。そっちまだ入ってないね。今汗拭いてて。たかし、入れとけよ。今汗拭いてて。入れとけよお前。では、たかしが大好きな振り付けをセンターで。焦げるやつおったら焦げよ。焦げんのやったら。この先フォーメーションが変わっていくけど大丈夫かな。次も大好きな振り付けの一つ。奇跡的に融合して80ダッシーと高評価。タカシーはみんなの名前を覚えて応援します。そして福徳マネージャーから嬉しいご褒美が。ちょっと向こう向いててね。はい。ああ、いいよ。タカ汁の補給には痛みが伴うようです。頑張れ。モーニング娘。も一緒になって励まし。と頑張れ。自分のタイミングで行くよ。いいよ。待ってるから。俺たち待ってるから。目から飛び出した。怖い。そしてはじめまして、タカシーです。タカシーですって言ってる。タカシーが大物女優の前で大失態です。来週発売のオカジョ赤 DVD を一足先に購入した日産への出題です。オカジョ修学旅行で岡村先生と加護愛が原宿を猛ダッシュして購入し身につけて戻ってきたものは何でしょう。はい、
さあそれでは西さんの答え見てみましょう。こちら。堂々と書きますよね。毎回もう感心させられるんですが。来ましたよ。走ってるよ。岡村さんと岡村さんが走ってきましたね。竹下の。それもも？どこに？何を買ったんや。何買い物したんやこれ。余計目立つようにしてどうすんの。ほにゃららほにゃらら東京ほにゃららイン東京ほにゃらら残したんそんな人僕初めてですね。While Takashi was making a sensational debut, the widely popular Jolly Trains from Metro Gintom were gathering together. And now, we have a special announcement for them on this occasion. さあ、みんな、メジャーギントンの時間だよ。そうだよ。すごく人気があってね最近、うん、上がってきてるみたいだね、はい、いいよね。なんかあの本家のチャギントンの方がね、うん、イギリスの、 あの日本支部の方が、日本支部の方が、うん、なんか前回見に来てたんですね。あもうすぐでけんようになる、大丈夫ハマってる。おおそういう人にめちゃイケって大体ハマんないからね。そうそうそう大体ハマんない。そうなんすか。大体ちょっとオーラさんが。え？いや、まぶしい。全然見えない。見えない。誰？え？え？うわ、あ。サンタマミさん。俺がサンタマミさん。おはようございます。全然やる気あれへん。どうかね。スピードと出てきてるやん。仕事よりもギャンブルが好きという坂上忍は俳優業の傍ら子役スクールを開校するなど今大忙しの人気者。そして超絶高度の潔癖の持ち主だということも有名だが、いやっていうかあそこはやだもん。そうそうそこほんますごいです坂上さん潔癖やから。あそうだびっちゃびちゃやん。すごいですよ汗デブ。デブリーデブリー。そんな、はい、そんなん聞かれてたらえらいことになりますよ。いや俺絶対行かないですよあそこは。やる負けたらルールなんでね。連れてかれますから。そう。いやっていうか負けなきゃいいんでしょ。そうですよ。負けなきゃいい。いやっていうか俺別に今日テレビ出てるつもりないんです。勝ちに来てるんですか。気持ちは。気持ちは。いやあのね皆さんちょっと考えた方がいいですよ。ゲストが何でも言うこと聞くと思ったら大きな話。新しい新感覚。で負けたら入らないダメですよ。ルールね。いやもちろんあの勝負師ですから負けたら入りますけど。俺多分あそこ入ったら、はい、1週間ぐらいちょっと社会復帰できなくなる。潔癖すぎて潔癖すぎて。めちゃ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 ギントンめちゃギントン。さあ坂上さん、はい、準備はいいですか。OK です。いいかい。超じゃねえ。多分ね今年一番緊張している。いやこの坂上さんはなかなか貴重やな。見れないね。なかなか見れないですよ。だってよくわかんないけどすごいしっかり掴んでる。高速回転しませんよ。全然大丈夫。じゃあみんな行くぜ。俺たち電車はガタンゴトン。めちゃギントンでガタンゴトン。レッツライドオン。レッツライドオン。北風ピュー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 めーちゃギントン猫にゃー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 めーちゃギントン咳ゴン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 めーちゃギントン鼻水ズル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 めーちゃギントンパチンコジャラ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 めーちゃギントン焚き火パチ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 めーちゃギントン熱感クイッ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 クイめーちゃギントンイルミネーションキラ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 めーちゃギントンフィギュアスケートくる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 
コン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 。ユキ。ユキやコンコン、あられやコンコン。え、でもこれ擬音ですよね。擬音です、はい、基本は。ユキがコンコンと振る。シン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 。雪やコンコン、あられやコンコン、振っても振ってもですよ。あれ顔も、あれあれあれ、目がへこみだしたね、雪。目がへこみだし、目がへこみだし、黒目ばっかりになってくるんちゃうか。何それ、何それ。雪、雪は何ですか。シンシンかな。やったやった、うわー、久しぶりや。うわ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 、湿気すぎるよ。前の人変わってる、ニューフェイスが。前の人変わってる、湿気すぎるよ。湿気じゃない、湿気じゃない、新メンバー張り切ってる。うわこれはないわ。張り切ってんだよ。え、いつもの電車とちょっとちゃうわ。違う、うん、違う。だから新メンバーだからやる気がみなぎってるからさ。確かに。そうそう、次に繋がる仕事せな思って。そうそうそう。ちょっと強めにやってますよね。強めにグリグリやってんじゃん。その瞬間や。すげえザラザラしたのここにつけられた。うわ。何あれ。ぶら下がってる。いやちょっと。なんかどうしてる。なんかぶら下がってるの。いや坂口さん入った瞬間のもうムワッとしたのすげえっすよ。めっちゃ厚着してたもん。なんかさ、一人さ潮吹いてた人いたでしょ。あれ無理だわ。もう潮吹いてる。負けたら坂口さん浜口みたいなことになりますんで。スコンブの匂いしますよ。いやいや電車の部分がネチャネチャしてるぜ。坂口さんの顔見ちゃったからね、見ちゃったから。いやでもこういう時弱気になっちゃダメですからね。お、はい、攻めてかないとダメなんで。まあそう、はい、はい、攻めるって勝負やからね、はい、おー来た、かかったかお前。おー知らないですよ、知らないですよ、知らないですよ。レッツライド、レッツライド。チュー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 めーちゃギット DJ キュッ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 めーちゃギット将棋ピタピタピタめーちゃギットちょっと待って、ちょっと待って、違う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 、ちょっと待って。だって駒を持って声高すぎる。違う違う、なしに入ってる人違うよ、違う違う、駒を持って打つときにこうピタッバってそうピタッて、ピタッて、いや違う、あるね、あの自信を持って王手っていうときはピチッピチッ、違う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 、王手のときだよ、王手はピチッ。ただこの手でいいのかどうなのかっていうときは経験してみてどうですか。これありなのこれ。テレビで1回で
でこんなぐちゃぐちゃだった。しかもなんか人のことめちゃくちゃにしときながらさ、はい、釣り革持って釣り革持ってとか言ってなんか写りのことまで気にしてんだよ。俺もっと顔こっちとか言われて、俺で従ってる俺がいるんだよ。あーこっちって指示されてた。声が高いね、え声が高い。これこんなすごいの。今日ねちょっとレベルアップしてる。本当ですか。はい、いやっていうかさ、ヨガ用なら喧嘩になるよね。ちょっとでもね、サラリーマンの方通勤ラッシュ困難なんですもんね。毎朝。いやーよーし、こっち気をつけなよ。ここなんですよ。ここ山場だっけ。集中。僕の山場です、ここ。じゃあ行きますよ。レッツライドオン。レッツライドオン。めーちゃ銀とマージャン。ジャラ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 。めーちゃ銀とカメラ。カシャ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 。めーちゃ銀とトイレ。じゃあじゃあ。めーちゃ銀とアラネちゃん。んじゃあんじゃあ。めーちゃ銀とアラネちゃん。あれじゃあ。あれモーニング。今日なんで止まった。うんちゃは挨拶じゃない。ギオンギオンですよね。ギオンは絶対チキン。ゲッツオッケーでしょ。はい、ギャグでしょ。あられちゃうとむちゃ。挨拶。ギャグでしょうよ。ひのきさん。朝も昼も晩もうんちゃって言いますよ、あられちゃんは。朝昼晩はおはこんばんちはですよ。そうや。お前なんだよ。なんなんだよお前は。お前のあられちゃんの詳しさなんなんだよ。いやでも今のすごい勉強になりました、ねはい、やっぱ向かっていかなきゃいけねえなと、はい、ねやるっつってやったら、はい、ただもうあそこには行きたくはありませんけど。あられちゃんはキーンですね。行くよ。レッツライドレッツライドめーちゃ銀と長渕剛せんうぃせんめーちゃ銀と長渕剛せいめーちゃ銀と村上昌司ドーンドーンめーちゃ銀と村上昌司ドーンドーンめーちゃ銀とキリンあWhat?
めちゃくちゃや。嘘。涙まで叫んでたもん。喜劇社内であんな声出せたんだね。あえて声聞こえたら声は何ですか。いやだからだから加藤さんに言われて戦おうとしたのよ。だから俺今扉が開いた時も俺は降りないぞと思ったら突き飛ばされたらここ来ちゃったそれで両手広げてたんや。そら坂上さん仕事仕事そら増えますよ。めっちゃ重い。きついなこの仕事。おや、高橋だし。こちらのきついと高橋がぼやく新コーナーは幼稚園児と鬼ごっこしてモーニング娘。とダンスで融合。そして本日3つ目の仕事先、高級ホテルに到着。やっぱでもすごい人気やね。いやー、我々の想像以上ですね。いやね、次の現場はちょっとねすごいですよ。いやほんまだから、うん、あのこんなとこ歩いてええのかなっていうぐらいのなんか一流ホテル的な感じやろ、ここ。そうそうそうですね。だから今日こちらでね、あのウーマンオブザイヤー2013 の、うん、あの受賞式のパーティーをやってるんです。うん、パーティー知ってます？おしゃれ雑誌ボーグって知ってます？おしゃれ雑誌どころかもう超一流雑誌やから。あら、ご存知です。知ってらっしゃるんだ、やっぱり。やっぱりね、高橋さんはいや、せやけどこれこそほんまに滑りに行くようなもんやね。自殺行為や、ね、滑りません、これは。おしゃれな格好じゃないですか、今日も。うん、ね、ブルーまあ、ほんま変わってくれよ、お前。お前やってみろ、ほんま。これで笑い取ってみろ、お前。ブルーに黄色、心の先に。ブルーに黄色なんかすげえかっこいいですよ。最先端ですよ。ボーグっていう感じですよね。ボーグですよ。ボーグですよ。ボーグ、ウーマンオブザイヤーといえば、その年に活躍した女性たちに贈られる賞で、壇蜜さんやキキキリンさんらが受賞。この授賞式を盛り上げてほしいということで、高橋一同はまずよく知るあの人にご挨拶。肩出してるで。露出多い。ワンショルダーで。いやー、ワンショルダー。やっぱ普通。バッチリじゃないですか、メイクも。そうですね、あのオブザイヤーですから。右腕に BCG の後思いっきりありますけどね。バチン打ったと思いますけどね。それは隠せない。ただすごい雰囲気なんで、ええ、ちょっとあんまり邪魔しないというか乱さないでほしいなというのは。もちろんです。ちょっとあの私一応あの挨拶したりしてちょっと下っぽいこと言うんですけど、うん、全く笑わないです。シーッとしてます。下っぽいこと言うからでしょ。お滑りになられた。お滑りですよ、もう。ああ、そうなんですか。もうそんな雰囲気ですから、まあ、普通に来ていただいてお祝いしていただければ。俺絶対出たないわ、そんなそんなパーティーに俺絶対出たないわ。大丈夫ですから。ペプラーも。ペプラ、ペプラ、クリス・ペプラさん全然助けませんから絶対さ、ペプラは悪くないでしょ。全然絡んでこないですから。ようこそお越しくださいました。そしてクリス・ペプラさんの司会で授賞式がスタート。今年3月に第36回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を獲得。そして今年の5月に第66回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した映画そして父になるにも出演されて。高橋すごいわ。あら、すごい見て見て。今だけ死ぬほど空気重いやろ。まあちょっと空気感違うね、普通の。すると今ちょっと編集長から聞いたんですけども、どうやら、受賞者をお祝いするためになんかスペシャルなゲストが来た。来たよ、スペシャルだって。誰もいてないやん。高橋、高橋誰もいてないやん。なんか先ほど安倍総理が近くを歩いていたみたいな話を。変なふりしてるやん。安倍総理が変なふりしたで。ペプラいたという安倍総理を見たという。よかれのペプラかな。変なふりしてるやん。変なふりしてる、変なふりしたと。それでは、ゲストを紹介いたしましょう。この方です。いけるいける、元気な。いいよ、新しい。いっていっていって。この後、タカシーが超七脚、マジ。いた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 。あら、あら、
集客同じ。はじめまして。たかしです。間違いなところに来てしまってすいません、たかしです。です。だし。緊張してですって言っちゃった。日村さんもっといじってください。たかし、どうですかこの会場の雰囲気は。全然照明がすごくて何も見えないです。あ、見えないだし。すごいお客さんですよ。でも ねすごい人気ですね。なんかみんなもうなんかこう高橋が出てくるとなんかね、いや一気に空気が変わったんだしあの高橋ですよ。キリンさん全然笑ってない。皆さん高橋知ってますか。キリンさん全然笑ってない。やばい。あ、うん、大久保はなんとかね頑張ってくれてるね。そうね、大久保フォローしてくれてるね。でも高橋どうですかこの受賞者の皆さん。スプツニツコさんでしたっけ、うん、情熱大陸で見ましたこの間。スプツニコさん、ありがとうございます。スプツニ言いにくいですけどスプツニコです、はい、見ました。ヒールでね月面にあれっていう。また普通に喋ってる。ダンビツさんはたかしは初めてですか。はい、本家の方とは一度会いしたことあるんですけど、はい、ね、どうですか。どうですか。なんか通じ合いそうですね。通じ合いそうですか。あら、キキさんはいかがですか。面識はございますか。何にも感じない。キキさん、嘘。よかったら近くで見て。さあ、たかし、どうする？モーニング娘。メンバーである生田絵梨奈さんへの出題です。はい、旧規メンバーの世界一のアイドルを目指してる。いや、それいらんから、もう。よろしくお願いします。いらんねん、それ。もうこうポン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 行きたいとこやから。皆さんもそんないらんからね。どん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 問題だけ。岡城体育祭からの問題です、はい、こちらの VTR をご覧ください。はい、お知らせします。昼食の時間です。生徒はそれぞれの家族の席で昼食を取ってください。来てないよ。いないいない。いないよ。いないいないよ。この後藤本美貴は自分の家族を見て驚いてしまいます。それはなぜでしょう。それはなぜでしょう。はい、お、私それ分かります。分かります。好き？岡城好きやった。大好きです。いいね、あなた。さあ、それでは生田さんの答え見てみましょう、こちら。ちょっとおもろいけど、ちょっとおもろいけど、複雑な過程でおもろいけど。怖いよ。メンバーのご両親ですね。名前の方、藤本。はい、お父さん、お母さん、お父さん、お母さん。なるほどな。分かる人いますかこの中で、うん、工藤さん。とんがってたんですよね、藤本さん。声が汚いね。やめてください。それやめてください。モーニング娘。の曲高くて歌うの大変なんで、割とコンプレックスでもあるんですよ。ちょっと待って、じゃあもう佐藤さん。合ってるか分からないんですけど、いい、知らない人だったかな。本質をついてきたんだね。知らない人なの。家族っていう体の、はい、髪の毛ボサボサだったか。髪の毛ボサボサ。いや、もう適当に答え始めた。ウーマンオブザイヤー2013受賞式会場でたかしが大ピンチ。キキさんはいかがですか。面識はございますか。何にも感じない。いや、キキさん嘘。よかったら近くで見て。ない。あれ、見たことない。見たことない。せっかくだから高橋、ここでねすごい素敵な女性たくさんいますんで、はい、ウォーキングなんていうのどうでしょう。ウォーキング、非常にファッショナブルなフォーグのこのステージ で、 では通じ合いそうと言ってた壇蜜さんと。はい、ああ、ジャンプジャンプジャンプとかしてジャンプジャンプウォーキングをジャンプ。爆笑を取ってきたジャンプが出ません。愛くるしいというか苦しい。しゃべってしゃべって人の良さ出ちゃってる。おセクシー。壇蜜さんが逆に盛り上げます。シャッターチャンスですよ。あと、その時目玉から手出して。あれ、どうしよう。失笑が漏れてますけども。ここまでついてきたみたい。ファンの人、ファンの人だね。待って、ファンの人来てたね。キリンさんジローって見てはるけど。キリンさん大丈夫かな。色につけてるね。まあ、キリンすべき。キリンさんに中の顔を見せてアピールするけど。ダメだ。
キリンさん、おはようございます。目取らないでください、キリンさん。すみません、キリンさん。目は…アカデミー賞でお会いしたいでしょ。必死にアピールした結果、知り合いだった。違った、キリンさん。キリンさん、僕ですよ。キリンさん、僕ですよ。最後は、中の人、岡村隆史が出ちゃったけど、キリさんの笑顔を引き出して、本日最高の95ダッシュ。あの緊張感の場に出ていけるのはタカシーだけ。よく頑張りました。すいません、どうもどうもすいません、ごめんなさいね、お邪魔します。めちゃイケはブランドスポンサーの提供でお送りしました。ごめんなさいね、すいません、うちのタカシーがキリンさん、すいません、すいません、キリンさん、あの中で顔を拝見されましたか。あの会って話しました。ここ開けて知り合いでした、知り合いでした、知り合いなんですよ。本当元気になってよかったと思ってます。あ、そうです、元気心配していただいてたんで、はいはい、またこういう仕事してるんです。そうです、あなた顔出さないのね。そうなんです、今日ずっと顔出せないんですもん、まさかずっと。そうだ、こんだけ可愛いから我々もうちょっと盛り上がるかなと思ったら、タカシーにお手伝いできることがあれば何でも OK ですので、ご希望の方はめちゃイケのホームページから応募してくださいね。はい、どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。すいませんでした、めちゃイケさんさせていただきました、ありがとうございます。すいません、逃げるように帰るタカシー、仕事を終えた心境は。いや今日寝られへんわ、俺俺今日寝られへんわ。高橋のどういうこと、高橋寝られへん。2013年一番滑りました。というわけで、明日のめちゃイケサービスエリアには大滑りの高橋の緊急リベンジが決定。そんな足柄の最新情報を支配人のサンちゃんと一緒にお伝えします。まずは巨大なガリタさんが目印の GQ グルメパーク。めちゃイケメンバーの直筆サインが入ったテーブルで楽しめる7種類のでっかいグルメはどれも食べ応え満点。新登場、冬にぴったりの G2 ミネストローネも大人気。早くも大ブレイクのガリタンブラを買った人は熱々のミネストローネがなんと250円でゲットできちゃう。何度でも OK だから、ぜひリピーターになってね。ありがとうございました。そしてご来光ショップでは大ニュース、笑う富士山キャラをはじめめちゃイケ文化遺産が100種類以上並ぶ中、なんとモーニング娘。と岡村先生のおかじょ赤 DVD が明日から先行発売。全国でおかじょ赤 DVD が売ってるのはこの足柄サービスエリアだけ。1階トイレの横には重森さとみが描いた苦い似顔絵を展示。めちゃイケメンバーはもちろん AKB メンバーも、ん、ゴーリキさんとニセゴーリキさん。他にも AKB 体育祭トップ大島の思い出から、ヒリ・マスイレナがかぶった金のうんちなど、足柄でしか見られないものばかり。そして2階のテラスには世界遺産富士山とメンバー全員集合のサイン付きパネル。ぜひ明日も朝8時からサンちゃんとタカシーも出勤している日本一面白いサービスエリアに遊びに来てくださいね。待ってるだし。デブエッドゲームガリタクエストで遊ぼう。ガリタマップも使えばもっと太れちゃうよ。第2弾第3弾来たら、もうそんなんいいですよ。ほんまにいいですよ。